キックオフとなります。日本対カタール。日本後半に追いついて延長戦に持ち込んでいます。勢いありそうですからね。この延長いきなり来るかもしれませんよ。なるほど。アラホイル、右側抜いて上がりましたね。バトル、パスは成功しません。ゴール前に2人3人いましたからね。非常に分厚い攻撃だったと思います。松井、前線に進入していく。ボールは結局ディフェンス。送って、どうしますかね。延長前半9分というところ、あーエバーというところですけどもね、ちょっとマークつかめてなかったですからね。ボールをトラップ、アハラム、ボックスが見えてこない。遠藤が追走する。ドリブル、振り切れるか。いやー抜けてきた。セル、取られる。どこへ出す。見せますね。抜ける。おっとこれ抜けてましたね。これチャンスですね。ここで笛です。まずは延長の半分が終わりました。さあキックオフ。ゴールが決まればそれがそのまま決勝ゴールになろうとする延長後半です。松井、中央へ。つなげたいですね、これね。パスが届かない。シュラン、シクラ、シュラン。延長後半5分経過。福田さん、日本最後のハーフもとうとう半分が過ぎたわけですが、ちょっと振り返ってみるとだんだんと中盤でカットされ、それから守りに入ってしまうというケースが増えてきていませんか。マイボールになったらしっかりとボールをつないでですね、ビルドアップをしてラインを上げなければいけないですね。アハラム、さあ中央駆け上がってくるか。抜けてくる、抜けてくる、抜けてきた。おっとまた打ってきた。これはオフサイド。リプレー、戻しカット、ついていく。シュートは打てない。もう時間がない、出しどころがない。自分で行く。スピードアップしたいですよ。ここはおっと、ここ抜けるか。中央へ、いいボール入りましたね。惜しい。あそこでうまくボールが奪えればですね、決定的なチャンスになりますからね。いやー不意で受けたんですけどね。さあボールはどのように展開するのか。しかしここで笛。前後半そして延長戦も終了しました。 PK 戦へともつれ込みます。さあ北澤さん、延長後半が終わりました。いかがでしたか。そうですね、最後までどちらとも譲らない展開に。日本対カタール PK での戦いとなっています。ファーストキッカーです。これは防げた。今のはいかがでしょう。そうですね、キッカーの動き
見切られていたのかもしれませんね。ギリギリのところ決めてきましたね。もうこれ外した瞬間からね、もう勝負が見えてきますからね。ど真ん中正面打ってきましたね。正面勇気いりますね今のね。さあどこを狙うのか。これもまたキーパー動けませんでしたね今ね。引き前ですからね。これ決めて同点ですからね。決めてきました。このキーパー強いですよね。シクラ3番目のキッカーです。ゴール左隅に決めました。読み切りましたね。もうこれ外した瞬間からね、もう勝負が見えてきますからね。まっすぐでしたね。いいですね。4人目。おお、左からですね。確実に決めてきましたね。日本、望みをつなげられるか。意地の一発、打ち抜きました。キーパーがどちらかに反応するということで正面に蹴りましたけど、ここに蹴るのはかなり勇気いるんですよね。まあどっちにしてもプレッシャーかかってますよ。これこれで決着がつきました。まあしょうがないですね、全員決めましたからね。日本 PK 戦までもつれ込んだんですが、この試合をものにできませんでした。さあ福田さん、最後は PK 戦での決着となったわけですが、いかがですか。結局 PK まで行ってしまいましたけど、日本としては不本意だったでしょうね。最後蹴るのを見ていても、いやいや集中力なかったですからね。そして今度は試合終了後のデータを少し見てみましょう。シュート数ほぼ拮抗、枠内を含めてもほぼ同じです。日本ボールを持っている時間も少なかったようです。長い間相手に持たれすぎて、なかなか自分たちのリズムを作れなかったっていうことですよね。延長でも雌雄を決することができなかった両チーム、結局勝利の女神微笑むのは PK 戦の後でした。結果です。日本負けてしまいました。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。実況ジョン・カビラでした。それでは今日のハイライトシーンをご覧に入れながらお別れさせていただきます。皆さんごきげんよう。さようなら。